はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチョビット、左利き選手縛りやっていきたいと思います。今日の試合は、アジアチャレンジトロフィーグループリーグ最終節ですね。はい、今のところね、まあ、順位表をちょっと見ましょう。レフティ京都、一応あれだね、得失点差の関係もあって3位っていう感じだね。まあでも一応次の試合、なんかめちゃくちゃ点必要じゃん、これ。少なくとも、バラマンディが、まあ、0-1 で負けたとして、得失点差5。なので、レフティ京都5に追いつくには、6点取らないといけない。6点か。これ無理やね。まあまあいいや、とりあえず、はい、6点目指して頑張りましょう。ちなみに、あとね、N1 の順位表を見るか。で、N1 の順位は、はい、まあ、1位なんで、今のところ。で、でもなんかね、勝ち点差3の下、3離れてリマス大阪がいるから、まあちょっと怖いかな。で、まあリマスなんか黄色、ダニヒロードがみんな、結構だから疲れてる。篠山とかもなんか怪我してるから、まあまあまあ、いいんじゃないでしょうか。いいっていうかまあ、はい、こんな状況です。まだコルティールがなんか頑張ってたんだけどね、なんか3位になっちゃったね。って感じかな。で、ゴールランキングは黒岩が9ゴールの1位。で、まあ、あと豆塚小松が7点、6点取ってます。アシストランキングはどうなってんだ？カルロス・ゴーンが、もうキューアシストか。まず、あ、豆塚と川内もアシストしてんだね、ちゃんと。はい、じゃあとりあえず試合に行きましょう。で、スタメンは、まあ、全然疲れてないんだけど、まあでも、突破するには6点ぐらい取んないといけないんだよ。まあ、ガチ行くしかないよね。はい。正直もう諦めるって言もあるんだけどね。いや、ワンチャンあるからね、まだ。相手スジョンが確かあんま強くない気もした。なんで4点取ってんだよ、あのチーム。パラマンディ。まあ、相手スタミナあるチームだね、これ。スピードないから、まあ、意外といけんじゃない？やっぱ海外のチーム、やっぱね、スピードであるチームにちょっと勝ちづらいよね。スピードがあると、なんて言うんだろう、プレーの強度がなんか違ってくる気がする。見てる感じ。みゆきはでもなんかアシストランキング上位乗ってなかったからちょっと不安だね。お、黒岩。いやもう決定機全部決めないとね、多分無理なんだよね。だから今みたいなのもちゃんと決めないといけない。ファールないよ。小松ナイス。よく取った。彦坂から小松ファールでしょ。おいおい。チェお前。チェとチャがいる。チョム。ちょっと名前面白いな、相手の人。アン、チェ、チョ、チャ。なんだこの後ろの、なんかゴールキーパーとディフェンスライン3枚。カブリーニは確かなんか獲得できたような気がするんだけど、どうなんだろう。覚えてねえわ。チェッチョッチャーちょっと欲しいな、なんか。名前がなんか面白い。あ、フローリッヒいんのか。これ強いよな。フィジカルジャンプ。さすがっすわ。あるか？小松？オッケーオッケー、まず1点目。まあ、ちょっと遅いかな。もう2点ぐらい前半のうちに取っときたいけど。まあ、ナイスゴール、ナイスゴール。もう次。いや、途中経過見ないね。ちょっともう怖いんで。とりあえず5点ぐらい取んないといけないから。はい。で、また面白い名前のこれ、ミンってやつがね、ソン・フンミン。てか、ソンか、ソン・フンミンだと。実際の選手の名前ちょっと入れてるところあったよね。なんかカシージャスのなんか偽物みたいな。ピルロとかもなんかいた気がする。忘れちゃ、なんて名前だっけ？ピルルだっけ？いや、そんなやついなかったか。忘れちゃったわ。クリア。オッケーオッケー。とりあえずもう行ってほしいな、前半の陣。少なくとも。失点は無理だよ。おっぶね。いやー、ちょっとオンゴールありそうだったね、今。ローリヒ、さすが。おぉ、ナイスキャッチフルセ。上がる。おぉ、前3枚フリーだよ、ほら。もっと飛ばせよ。ほんとだよ。キック力足りないって、さすがに。いや、前3枚フリーで走ってたのに。いや、これいいぞ。小田切決めて。いや、ちょっと遠すぎる。パス出せなかったか、今。もうちょっとゴール前行ってよかったと思うけどね。ドリブルで。いやー、きついか。とりあえず、0-1。
まあまあ、まだあと4点。生きるでしょう。頑張って、マジで。あと、ミルザガセミが、なんかめちゃくちゃ点取ってればいいんだけど、まあ多分、まあ強くないから、きついと思うな、正直。取って、スジョンがもう、こいつらもう敗退決定してるんだからさ、ちょっと、お願いしますよ。あ、終わった。いや、この失点はもう無理でしょう。あと、ミルザガセミが、もう何めちゃくちゃ点取ってることしかもう、これ可能性ないね。マジかよ、きついな。ちょっとあとね、このフォーメーション上5バックからちょっとね、変えようかなと思ってんだよね。どうも、なんかピール、なんか3バックじゃなくて5バックにすると、お、もう決めた。結構スーパーゴールじゃねえ、これ。マジか。ちょっと、リプレイ見るか。結構遠くから決めてた気がする。まあまあ、ないっしょ。だけどよ。もっと取んないといけないからね。そう、で、5バック、まあ3バックだと、ウィングバックか、サイドバックどうせ上がるとか仮定して、3バック、郡山、ピローに引き今のね、誰かがね、前に上がっちゃうんだよね。別にディフェンスラインの選手上がんなくていいから、正直。それでなんか、今なんかベンチにいる日野とか、入れた方がいいと思うんで、ちょっとね、来シーズンからちょっとフォーメーションちょっと変えようかなと思ってる。でも誰変える？センターバック、まあ川内、みゆきあたりは変えらんない。ピローにも変えらんないね。みゆき、こまみずか、ちょっと待って、俺今ちょっとやばいの見ちゃった気がするんだけど、まあまあ見なかったことにしよう。はい、誰変えるか。みゆき、いや郡山、郡山と、川内、どっちか。で、川内のポテンシャルがどれぐらいだっけ？ちょっと交代も兼ねてポテンシャル見るか。いや、引き間、まあ、引き間強いからな。変えらんないよ。あ、もう郡山のポテンシャルが低いんで、もう郡山かな。郡山の釣りは外して、日野。まあ、日野今回ちょっと疲れてるんで、クラリス入れるか。433っていうフォーメーション、まあ、4231とか。まあそこら辺は臨機応変にやっていきたいと思うんだけど、とりあえずまあ4231やるわ。433でちょっと来年から頑張ろうかな。でもあと今シーズンは多分これで多分もうアジアの大会終わっちゃうんで、あとはもう9月の4週目から始まる、まあ、JP カップに向けて頑張っていきたいかな。いや JP カップマジあれつなんか、こけるかんね、普通にターンオーバーすると。ターンオーバーせずに、今回はやるわ。うん、フレッシュリーグ相手にも。もうボコす。フレッシュリーグ相手に。いや、俺。いやー、オフサイドない？オフサイド。ないのかあ、もうサポーターがっかりだよ。もう結構すごいボールだったね。そこからでしょ。すごいの誰？ヒョンだっけ？ヒョンって名前。もう選手って、ピョンだ、ピョン。かわいいな。途中出場の選手だね。相手がゴールキーパーも書いてるよ。なんか、アンリ。アンチェ、トゥ、チャ、ピョン、コン、ファン、チョム、ヒラリー、フロリヒ、ミン。ヒラリー、フロリヒがなんかちょっとあれだ、なんか邪魔だね。外国籍役選手だと。あ、これやばくね？あぶね！ミンに助けられた。あ、イムが入ってきた、イム。まあ、フローリフもいて、OK よ、お前、これはさすがに。全員韓国人選手で戦ってもらいたいな。まあ、いや、はい。2対2、引き分け。まあ、この結果からもう、グループリーグ突破もなくなりましたね。いやー、ちょっともったいなかった。いや、一応2位だったんだ。ってことは、勝ったんだね、普通にバラワンディが。3-0 で勝ってるわ。はい。まあ、グループ A。まあ、2位でした。はい。すいません。すいません。でも、謝る必要ないね。でも、グループ B が、まあ、バクラワが、まあ、圧勝だね。上海クラブが、でも、ちょっと粘ったって感じか。函館ペンタゴンは最下位。まあ、ちょっと能力、なんで2位だったんだっけね。それがちょっと、謎だけどね。はい。はい。以上、これで今回動画は終わりしたいと思います。次回の動画は、あれかな、やっぱジャパンカップ。はい。1回戦、マルカトーレ、アオバとの試合です。
まあ、能力値は、まあ、見ちゃったけど、まあ、こんな感じなんで、まあ、多分勝てるでしょう。まあ、ボコそうね。ボコボコにしよう。はい。で、一応最後に、オファー確認して、いい選手いたら獲得します。でもね、いや、いないんだよ、左利きでいい選手。なんか最近ね、結構高いこの8000万以上の選手いるんだけど、まあ、どうせ予算足りないんだけどね。でもなんか左利きの選手がいないね、即戦力で。だからちょっとそこがきつい。今となんか特訓カードが、なんかなくなってきちゃってんだよ。ちょっと見てもらえればわかんないけど、ほら。まあ、これ相手して、これほら。見てこの特訓カード不足。特にフィジカル。あの、ミニゲー、あ、なんだっけ。あと、足りないのが、なんだ。あ、なんだっけ。野人のやつ、野人の。ちょ、野人どれで野人。あれれれ、あれれれれ、あれれれれ。野人、野人。野人、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 あったところこれ。あ、ダッシュとイエロービックスがないんで、ちょっとスピードとスタミナ結構簡単に上げられないんだよね。で、このクラリスがスピード D で、まあ、ちょっと上げたいんだけどね。そう、だからあんま上げられてない状況。まあいいや、とりあえず、はい、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。